こんにちは。今回は炊き出しに行ってみようと思いました。今回は代々木公園の方に行くことにしました。で、毎回そうなんですけど、僕大体台本みたいなの作んないんで、作りながら適当に喋ってるんで多分だるいと思います、見てるので。実はこれ取りに行ったのが10月の30日になっていて、去年ので、それを今ねやるからちょっと記憶が曖昧なところもありますし、ちょっと情報が古かったりすると思うんですけど、まあ堪忍してください。で、一応そのいつ炊き出しをやるのかとかを調べないといけないんですよね。で、一応ね、その時に Google で検索したのは、検索して、見たのがこのサイトを参考に一応行きましたと。で、日曜日に行くことにしました。で、10月30日っていうのは、まあ、10月の最終の日曜日っていうことだね。これを見て行ったんだけど、これが原宿の方から入った代々木公園だね。まあ多分これが一番普通の行き方かなとは思うんだけど。で、赤いのが現在地で、黄色いのが目指す南門だね。で、今から南門に向かうんだけど、ちょっと言い忘れたことがあって、この動画って別にこのコンテンツの内容ってあんまり関係なくて、これ俺の日記なんだよね。日記動画だから、なんかこう、コンテンツの内容を求めてほしくないというか、求められても困るので、それは一応注意しておきますね。だから、みんなの、その、見てる、よく見てるであろう動画コンテンツみたいな中身のあるものじゃなくて、あくまで日常だから、日常のやつに、おいおい、これこんなんダメだろうって、何も見るべきとこなかったじゃんとか思われてもね、ちょっと困るんだよね。で、普段の動画にはそこまでここまで言わないんだけど、なんか前にホームレスのね動画を上げた時に、なんかすごく、要はそれだけすごく見られちゃうんだよね。中身ないんだけど、基本的にね、対して。で、なんか、まあ、高評価だったり、低評価だったりつけられるんだけど、そういう、ちょっと恐れがあるから、一応ね、ここで言っとくね。そんな大層なもんじゃねえし、何も気にしてない。すげえ些細な動画だと思ってるから。まあ、とりあえずね、今日は、日曜日だっていうことで、めちゃめちゃ人多かったですね。なんか出し物やってる人もいて、あ、なんか上野公園とかもそうだけど、こういう土日にこういう大きな公園行くと出し物やってんだなーって。うん。あ、まあニートだから普通土日には出かけないんだよね。基本的に土日に出かける必要性がないし、やっぱ人多いからさ。だけど今回はこの炊き出しみたいなのに行ってみたいっていうのがあって、ずっとまあ行けてなくて、で、もうそろそろさすがに行かなあかんなと思って行ったんだけど、まあまさかこれ撮ってる時には動画にするのがさらに年を越してっていう、もう2月になる頃とは思わなかったけどね。で、南門の方に行ってるんだけど、南門って結構地味で、南門じゃないとこが南門だと思ってたんだけど、当初なんか地味なとこにあるみたいだね。だからよく地図見て進んでいくけども、とはいえあれだね、日曜日で人が多いって言ったって、結構やっぱりこんな感じで閑散としてるわけじゃないけど、人でめちゃめちゃごちゃごちゃしてるわけじゃないからね、原宿とか渋谷のあたりでこんだけゆっくり行けるところもあんまないのかなっていう気はするから、結構いいとこだよね。とかく広いんよなとも思うけど、でもそうね、特に言うことねえわ。言うことあるわ。これ14時に着きたかったんだけど、多分14時10分くらいになっちゃってるかなって思う。まあ時間にルーズなのがね、ここが南門のはずだな。でも誰もいないね。いや、時間遅れたって言ってもそんな10分15分で炊き出しって終わるの？
じゃあとりあえず先に進んでみよっか。南門の、放射23号線っていうののところに、越えていけるみたいだね。もしかしたらこの、通路を越えたところでやってるのかもしれないね。そういえばこれ撮り方なんだけど、なんか人多かったから、あとスマホしか多分なかったのかな。スマホでだから胸ポケットに入れて撮ってるんだこれ。だからすごくさっきから画像がブレてるけど、まあ許してくれよねって感じかな。人が少なかったらね、もう堂々と撮るんだけど、人が多いとまあ、うわなんか撮ってるのが嫌だなって思う人もいるだろうから、まあ東京に通って1400万ぐらい住んでるからさ、プライバシーもクソもねえんだけど、もともとね。まあでもあんまり撮られてるって思われないようにしてあげようと思って。そもそも別に君たち撮ってるわけじゃねえし、ここ公共の場所だからね、撮影なんかして当然いいんだけど、まあ俺だってそう撮られてしまうこともあるしね。まあ別にそんなこといちいち気にしてられませんねって感じだよね。なんかすごくいいとこだったね。天気良かったし、めちゃめちゃなんか広い、開けてるね。でもなんかやってる雰囲気がないなーって思いながら進んでってるね。喋ることなさすぎて笑った。まあでもここ渡っていくと、なんかね、バスケットやってたね、ここ。バスケットなんかやってんだ。あ、3on3 ね。さすがにこのとこに、その、5対5のバスケットはやってないかなと思うけど。でもなんで 3on3? まず今1個しかないのか、ゴールが。なんか結構みんな見てたね。バスケットみんな興味あるのって感じがするけど。しかし周り見渡してもやっぱりこの方向にもやってないから、周り見てもやってないからね、さすがにこれ以上奥ではやってないと思うんだ。てか奥も行ったけどやってなかった。なんかね、踊ってる人たちがいっぱいいた。大学のサークルかなんかかな。でも可動橋の下だとなんか寝そべってる人とか、こうやってうずくまってる人、なんか高齢者の方かなみたいのがいたね。普段からここら辺でもしかしたら炊き出し自体はやってるのかもしれないけれどね。何にせよ今日は多分14時からの炊き出しっていうのはやってないのかな。これはね、謎の缶。さっきの道路沿いにね、ずっとなんか一定の間隔で何個か置かれてたね。よくわからん。というわけで、もう一つね、14時半からあたりから炊き出しがやるっていう予定も一応書いてあったので、まあ、その時間までちょっと時間があるから、ホームレスのね人たちが住んでいるあの住居のとこにもちょっと久しぶりに行ってみようかなと思います。といってもまあなんていうのかな、前来た時もそうだけど、ちょっと様子を見ね、見に行こうかなっていう感じですね。っていうのも、あのこのニュースが、このニュースっていうのがおかしいな、ここに来る前に、ちょっと前にニュースがあって、渋谷区の御嶽公園に住んでたあのホームレスたちがいきなりこうなんか立ち退きさせられる、退去させられるってことがあったんだよね。それは御嶽公園をまた再開発するっていうのかな、よくわかんないんだけど。まあちょっとこれもね、後で違う動画でやろうかなと思いますけど、まあそれも大した内容ではないかな。まあ、こんな感じですね。でも前回来た時はこうやって外側から眺めるだけだったけど、今回はちょっと入ってみたいなと思って、ちょっとね、獣道みたいな、まあ、獣道ってほどでもないけど、そんなにこう通路っぽくない感じのとこなんだよね。だからちょっとこう様子を見つつ、どっから入るべきか、入れるかななんて、もうちょっとこう内部から見てみたいんだよね。結構ね、たくさんお家自体はあって、でもなんかこう奥行きがこうなんていうのかな、入りづらいのよ。もし生活してたらって感じがあるし、こう細い道の奥にあるから、なんだろうね、いきなりこう生活してたらやっぱりそれはさすがに失礼かなっていう気がする。ここは公共の場だし、別に俺が入っていっても全然いいんだけど、でも実際に生活してる人がいて、そ
そこにこう急にグッて入っていくのもちょっとねどうなのかなっていう感じはあると思ったら、なんかねちょっと道っぽいところがあったんだよね。さっきのやつよりほらちょっと道っぽいでしょ。なんか多分さっきまでの道は自分たちで作ったんじゃないかなって感じだね。あの入り口が一つだとあれ生活しづらいからっていうのかな。だからこれの左側の方にもずっとお家があるんだよね。で今回のやつでちょっと撮ったりはしないんだけど、なんかテーブルでさなんかあってお茶飲んでて、なんか女の人たちかな、おばさんみたいな人たち年齢層的にはと、なんかホームレスっぽい人がなんかお話ししてたんで、だからもしかしたらこうなんかここにも動きがあるのかなって思って、御岳公園みたいなことがあったから、あれは福祉のなんか団体の人なのかおばちゃんたちね、それともここの区の人、渋谷区のなんか 人たちなのかよくわかんないけど、もしかしたらこういうのもダメになっちゃうのかなっていうのもあるね。こんな感じでね、奥結構広いんだ、開けてて。こっちずっと行くと、まあなんかもうちょっと開けたところにあるんだけど、だから最初来た方の方はあんまり入りやすい場所じゃないみたいだね。こっち側の開けたところだったら自然とこう見学しやすいかなっていう気はするかな。だからなんかまあこう実際はさ、こう洗濯物干してたりとかさしてるところもあるんだけど、そっちの方はねやっぱ人がじゃなんか出ててたり生活感がちょっと強すぎるから今やめとこうかなっていう感じ。なんかこう実際に行ってみて思ったのは、なんか一応気を使ってさ、こう胸ポケットの方に入れて撮ってたわけだよね。なんかあんまりこう撮ってる感を出してやるのは やめておこうと思ったわけ。その生活してるところだしね。だけど全然人いなかったね。まあもちろん出てる人たちもいたんだけど、今撮ってた動画みたいにほとんど出てこなかったと思うんだ。で結構お家はあるけど日中はいないのか、それとも中に住んでて出てこないのかって感じだね。まあどうなんだろうわかんないけど、なんかこれはね有名な人だよね。すごくなんか管理されてるっていうかお家っぽくて、なんか中もね写真多分検索すれば見れるんじゃないかな。なんかね観葉植物みたいなのがいっぱい広がってる感じの、置いてある感じのお家だったと思う。有名なとこだね。まあなんかこうやって自転車置いてあったり、まあ代々木公園広いもんね。なんていうか渋谷の一等地のこんな自然豊かなとこに住むっていうのもある意味贅沢ではあるかもね。それじゃあ時間になったのでもう一回南門の方に行きました。なんかねもう一つの炊き出しもね南門でやるっていうからそっちの方に戻ってきましたけど、なんか結局やってなかったですね。なんかこの自転車乗ってるおじちゃんがこういきなりチラッとこっち南門の方を見てなんか去っていったけど、もしかしたらこの人あれかなと思って、あの炊き出しやってるかどうか見に来てるのかなと思って、まあわかんないけどでまた南門のあたりをね見てみようと思って、なんか上野公園とかもそうだけど上野公園の中にはほとんどホームレスみたいのいないっぽくて、その周辺にねなんか住んでる人っていうか、まあ、いるのかなっていう感じが、なんか代々木公園からもしたのでなんかちょっとねいるかなと思って、ちょっと周りをね探索してみることにしました。あの炊き出しもやってなかったから。で確かねよく覚えてないんだけど、バスケットやってるところの奥行くとなんかダンス踊ってるやつらがいて、でそこからさらに左の方に行って出ていくとなんかライブかなんかやってるみたいでしたね。ここはなんかねイベントとかやる広場らしいですね。でなんか掃除する人みたいのもいて、なんか道端にはね結構掃除用具みたいのが置いてありましたね普通に。まあこんな感じ。ただね掃除用具なのか人が住んでるのか分かりづらいのもあって、まあよくわからん。
これはね、なんか自転車が置いてあったり高さもあるから大きいから、まあ人が住んでんのかなっていう気もするんだけどね。もう明らかにね、ほうきとかがあるのとかもあるんだけど、こういうのとか見るともしかしたらこう組み立て式でなんか大きくなるのかなとかも思うし、普通に掃除用具に漆ってかけられてるのかなとも思うし、わからないな。これはね、家だと思う。だってこのちょっと遠くめの道路側にあるもんね。これもそうだよね、あの掃除用具だったらこんなとこには置かないと思うよね、取りづらいと思うから。でもこういう方に家建てて住んでる人もいれば、公園内で密集して生活をしている人たちもいる。まあなんかこうホームレスっていう風に一緒くたにされてるけど、やっぱり人それぞれで、こうホームレスの中でもこうコミュニケーションが取れるタイプと取れないタイプとか、取りたい取りたくないっていうのもあるだろうし、まあなんかそのホームレスの集団になったらやっぱりルールみたいなのが出来上がったり、序列みたいなのも出来上がったりみたいなこと、まあ多少なりともあるんだろうなとは思うけどね。まあ何にしても武田氏出会えませんでした。調べたの情報が古かったのかもしれない。このね、なんかまた新しく今検索してみるとこういうサイトが出てきて、こっちだとね月曜日にやってるみたいなんだよね。だから日曜日っていうのは古かったのかもしれないから、やっぱりこう頻繁に更新してる新しい情報のやつにやっぱりアクセスしないとなかなか難しいのかなと思いました。ただ実際にさ、初めてじゃあ武田氏行ってみようとかもらいたいなって時に、ネットの情報をさ鵜呑みにして行って食べれない、武田氏もらえないってことも全然ありえるから、そう考えるとやっぱりちゃんとしたところから正確に情報を得るっていう結構難しい作業をしなきゃいけないみたいだね。だって俺武田氏行ってみてできなかった、武田氏してるところ見れなかったのって結構ショックだから、本当お腹空いてて食べれなかったらすごいショックだと思うよと思うけどね。だからこう今だったら SNS とか、まあないしはなんかこうその活動してるところに実際に電話してみるとかメールしてみるとか、まああとはその場所、まあ近くの区とかでこう福祉課とかでどこか炊き出しやってるとこないですかとか聞いてみるとかね、そういった感じでちゃんとした情報かどうかっていうのを確認できるような方がいいのかなって思う。ウェブサイトだとね、例えばそこのさ団体がやってるとか、なんかこうまとめてる炊き出しの情報をまとめてるサイトだと更新日時ちゃんと書いてなかったり情報が古かったりしても、そのこれ情報古いよっていうツッコミみたいのも見れないじゃん。 SNS とかだとかと違って、他の利用してる人たちの声とかがないからわからないよねとか、まあ、福祉課みたいな責任のあるなんていうのかな、答えを用意できない場合もあったりするだろうからね。そういうなんかこうやっぱそのいろんなところのやつをやっぱり把握してるかっていうのも大事だよね。一つの団体だと自分たちのところしかよく分かんなかったりするだろうから、まあ、そういうところかなと思います。はい、じゃあ今日じゃねこれからこっからはね、俺の個人的な本当にニュースというか、まあお話というかあれです。まあ日記って言っても基本的にこの動画ずいぶん前のやつだから日記的要素なしだからね、まあ要素なしってわけじゃないんだけど、なんかね最近はね、なんとね2年間ぐらいね借りていた本たちをついに返しました。でね、自分の住んでるとことちょっと遠くのとこの図書館のカード持ってて借りてたんだけど、やっぱね取り立てが厳しいのはやっぱね自分の住んでるとこじゃないとこの方が厳しいねとは思うどんな豆情報だよって感じだけどね、豆情報ね、
でもね、2年間借りても家に取り立てに来ないとか、なんかこうそんなにめちゃめちゃ催促してこないから、まあ借りたいだけ借りればいいんじゃねえのっていう気がするよ。まあ、俺の場合数冊だからまだあれか、あれかなってすいません、すいません、本当。まあそうだね、そんなことかな。だから新しく本借りれるようになったから、本借りようと思って、本読もうと思ってます。なんか逆に言うと、その本延滞してる間新しく借りれないから、なんかずいぶん本読んでなかったんだなって気がする。読んでるんだけど、やっぱ図書館で借りるっていう方がやっぱ全然読める本多いからね。うん、まあ、読んでなかったわけではないよ。なんかこう読んでなかったわけではない。なんか読み放題サービスみたいなのとかもたまに使ってるしね。だから読んでたけど、やっぱ図書館の方が今いいよね。今だってどこもインターネットでさ、つながってて、つながれて簡単に予約できて受け取りに行くみたいなの結構あるじゃん。多分都内はほとんどやってるんじゃないかなと思うけど、うん。まああとはやっぱ暖かくなってきたからだいぶ楽になったねっていう気はするけど、やっぱ日が長くなってきてるよ。ありがたいね、ほんとね。時間がね、適当、生活リズムが適当すぎるから、それはなんとかしたいんだけど、やっぱり単純に日が長い方が生活しやすいよねっていう。なんかね、暗いとやっぱ出にくいよね。なんかもう明るいうちに出かけて明るいうちに帰りたいタイプなんだけどね。まあそんな感じです。